吉川にはもうこんな小さな秋が来てますよっていうのをねお届けしたいということで、今日は探しに行きましょう。山なのにお魚のバーガーがあって、手作りの、これが大人気ですぐ売り切れるような。今日あるお魚バーガー？あります。まだある？あります。やった。どこ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 だ。面白い。え、これがそうなんですか？松本さん、はい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 。これがそうなんですか？わー、実際秋を探しに来たんですけど、クベーレ、吉和に、キノコ、秋といえばキノコ。あ、おお、そっか、なんか有名ななんとかキノコ色があるよ。アワビだけと、アワビだけ、そう、アワビだけ、あの食感がアワビみたいなやつ。そうカフカフっていう。リラは、バーベキューとかできるんですか？バーベキューできるはず。じゃあ買っていきましょうよ。アワビだけね。行きましょう、買ってね。じゃあアワビだけ。アワビだけ。他に何かおすすめのスポットないですか？ウッドワン美術館っていうところで、秋を感じるじゃないけど、ね、見れるから。もうそうよね。そうそう。じゃあ美術館も行ってみますか？行きましょう。いやマジ新スポットあるんですよね。うわ、マジで。花毛神社って言って。ちょっと待って。花毛神社？こっちの花毛？花毛といえばこれ。そうだね。花毛といえば。花毛神社、花毛が祀ってあるかな。そう、そう、本当に花毛を出した池田さんが飾ってあるんで、あこちゃん、聞けば聞くほど分かんない。聞けば聞くほど楽しみだね。何もかも不思議。不思議、行ってみてください。これ面白い。ちょっと吉はなんか面白い人がいっぱいおるんだね。そうなんですよ。ちょっと唐揚げ食べてみますか？唐揚げもいただこう。ほんとめっちゃ美味しいんですよ、ここの唐揚げ。いやでもあれね、あのパパ様はお料理上手で、お料理上手なんです。パパさんのどこに惚れて結婚したんですか？ありすぎ。おいおいおい。やんなかったけど。わかんない。恥ずかしくて言えない。誰もなしおい。誰もなしおい。おいアップすな、アップすな。じゃあいただきます。おいしい。しっかり味がつけてあるね。でこのサクサクのこの感じの唐揚げってね、なかなか出会えないんですよ。衣がね、本当に時間経ってもサクサク。あ、これは美味しいね。でもすごいね、こんな料理が上手だけど羨ましいね。ちょっとバター餅も気になりますね。ちょっとバター餅も、ね、恋愛のことより食べることも。これ見て、これ餅の形、ほんまに耳たぶの全部がくっついてくるもん。それおいしょ。おー、これ柔らかい。すごいね。あ、うまっ。あ、これうまい。やばい、これ柔らかい。柔らかい、つきたて餅みたいな柔らかさに、バターの濃厚な味が甘い。美味しい。嬉しい。バターの香りがふわんとして。わ、あの美味しい。怖いでしょこれ。全部食べちゃう。全部食べちゃう。いけるいける。これリピーターの人多いんじゃない？一回食べた人。バチクソ多いんですよ。めちゃくちゃ美味しい。多いんですよ。今バチクソいたね、はっきり。バチクソいたよね今。あこちゃん。いました。今バチクソいた。でも吉和ってそういうと考えたら美味しいもいっぱいあるね。そうなんですよ。いちごもあった。なんかね、降りてすぐの看板見ました。見ました。吉和ラフレーズってところがあって、最近一生懸命あの力を入れてやってらっしゃる方がいて、その方の、スムージーもバチクソ美味しいんですよ。バチクソ、バチクソ。今すみません、めちゃくちゃ美味しいんです、今はっきりまたバチクソ言ってない、言ってないです。言ってないですか？どのぐらい美味しいんですか？もうものすごく美味しいです。ほら、品がよろしいです。あこちゃんから情報もらった、じゃあアワビだけ買って、あと美術館、美術館も行く、でいちごにまあ寄れれば行ってみましょう。で、花毛神社。ああ、そう、花毛神社、これちょっと不思議。あ、おすすめのスポットもう一個あるけど。どこ？分からんけど、なんか一般のお家のお庭がめっちゃ綺麗なの。おばあちゃん、おばあちゃん、そういうの大事。教えて教えて。どういうところ？何さん？
森本さん。森本さん、うん、ちょっと行ってみよう。ちょっと探して行ってみよう、うん、行ってみます。行ってみてください。どの辺ですか。あのねクベーレの近くなんですよ。あ、じゃあいいじゃないですか。じゃあ行ってみよう、行ってみよう、うん、もし行けたら、うん、探して森本さん家行ってみましょうよ。いいね、そうしたらね、うん、行きたい行きたい。宮見村を。丁寧な方なんで。丁寧な方、ちょっとこれ森本さんも手が包んでくださいか。食べかけ、新しいの買ってくださいよ。そうですね、さあ大ちゃん、はい、秋といえば芸術の秋でしょう。我々に一番足りない秋ですよね。そうですよ、もう食欲ばっかりなんでね。ねえ、でもね、意外と僕ね、うん、芸術好きなんです。あら、嫌いじゃない。さつまいもと芸術だったら。さつまいも。比べるもんがは極端すぎるんですよ。どうなんですか、松本さん。私も好き。私もなんかこう、やっぱりこうね、アートに触れて、こう自分のまた新しい扉を開くみたいな。わかる、うん。毎朝だってアートみたいなもんですもんね。あと、もう毎朝アートメイク。違います。そういうところがダメなんですよ、我々。え、で、どこ行くんですか。今日はこちら、ウッドワン美術館にやってまいりました。ここはだってもう、いろんな有名な作品も展示したんでしょ。吉羽といえば、もうウッドワン美術館、こちらですね。はい、はい、あ、いらっしゃった。あ、どうも、こんにちは。吉羽に、はい、小さな秋を見つけに、やってまいりました。大きな秋もあります。大きな秋もありますか。よかった。どんなものを、おすすめのものありますか。そうです、今はですね、常設展示の埋線時期がちょっとタイムリーかなと思いまして、ちょっとご覧いただきたいと思ってます。埋線ですよ、松本さん。大好き。え、大好き。違う埋線を想像しない。食べれるの。ね、とんかつでもないですよ。とんかつでもないね。ないね。高級な食器ですか。そうです、そうです。本当に憧れの埋線ですよ。常設で見ることができるんですか。そうなんですよ、うん、あの日本一と言われるコレクションなので、ぜひご覧ください。日本一、はい、ちょっといいですか。はい、ぜひぜひ、はい、ご覧ください。芸術の件ですね、はいはい、行きましょう、埋線の世界へ。もう、最後にとんかつのコーナーありますか。とんかつのコーナーないです。ないですか。とんかつのコーナーはない、はい。こちらからでございます。ヨーロッパ宮廷の、はい、まあ、注文を受けて作った大型の装飾品、鑑賞用のものなので、実際に使うというよりは飾るものとして、うん、はい、大型の壺ですとかお人形とか、うん、そういったものが主流になります。知らなかった。そうです ね、これ見たらこれ分かりやすいかもしれないですね。そうですね、埋線って場所なんですね、うん、そうなんですよ。これドイツがあって、ここベルリンがここ、はい、だから首都の近くなんですね、うん、そうですね。でドレスデンっていうのが近くで一番大きな都市になるんですけど、はい、でこの埋線でヨーロッパで、まあ、一番古いこの皇室の時期っていうのが焼かれるようになったんですけど、はい、当時そのドイツのアウグスト教皇が日本の焼き物をたくさん集めてたんです、はい、その影響を受けてるのがこれらになります。ちょっと待ってください、うん、有田焼きっぽくないですか。そうなんです、はい、はい、有田焼きの色彩ですよ、これ。そうなんですよ。でこちら柿右衛門の、うん、模様をあしらってます。はい、これあれですね、虎。あ、そうなんです。虎と竹と梅で、ちょっと竹の花のつき方、あの葉っぱのつき方がもうありえないんですけど、見よう見まねで、はい、なんか日本をこうリスペクトしてっていうことですよね。そうなんです、はい、知らなかったですね、はい、嬉しいですね、ちょっと。そうなんです、300年前ですよね。そうなんです。でも綺麗に残ってるのがね、うん、これがですね、これ何ですか。ちょっとショックなんですけど、これも私たち日本人をイメージして向こうの人が作ったらしいんです。日本人のイメージがこれだったんですか。そうらしいんですよ、ドイツの方の。ドイツの方のなんか七福神のエベスさんですとか、ああいったものを絵巻物などを参考にして、はいはいはい、東洋のイメージというので、まあね、お腹のあたりは大ちゃんをイメージしてっていう、ね、そうですね、感じはありますよね。一応男女ペアなんですよ。男女ペアなんですね。本当だ、あ、本当だ、髪型は私をイメージして。これで松本さんですね。本当だ、ヘアスタイル松本さんですね。ヘアスタイル、これ髪型は僕っぽいですね。そうですよ、そうですよ。本当だ、大ちゃんまっちゃんだ。大ちゃんまっちゃんですね、これ。
そっちのコーナー行くとまたちょっとそうなんです、すごいですよ、豪華な。こっちはちょっともうヨーロッパ風にね。そうですね。これ花瓶ですか？これあの暖炉の前に置かれた水差し。水差し、うん、でも使えませんよ、中水入れたらもう持てないので、飾りなんですけど、水差しをイメージして作られた宮廷用の置物ということです。神話の、ね、あの神々がこうあしらわれてまして、よく割れたりせずに焼けますよね。あの葉っぱなんてもういつでもプリッと折れそうじゃないですか。そうなんですよ。でこれだけ完全に残ってるのは本当まれですよね。これはすごい。ちょっとこれで不謹慎ですけど、日本酒飲んでみたい。これで一生以上入るよこれ。でもちょっとなんかすごくなんか飲んでみたくないですか。この埋線クイズを。埋線クイズ、ちょっと何ですかいきなりクイズって。